寝る前シリーズ英検2級過去問チャレンジ。まず英検2級の過去問にチャレンジしてみてください。はい、それでは選択肢の訳を見てみましょう。はい、選択肢を見てびっくりした人、そうですね、 The other もう一つ、 another もう一つ、訳一緒やーんってなってますよ。和訳では解けないもの、こういうのが重要なんですよ。他の either はどちらか一方、ボースは両方となります。そして選択肢に入るものが何なのかっていうのを確認していきましょう。もしもう一つじゃなければ、この the other, another ね、一気に両方消えてくれるので、そうじゃないかどうかを確認してみましょう。はい、最初から見ていきますね。Sorry, look, they had two laptops. ラップトップっていうのはノートパソコンのことです。ラップっていうのは膝の方で、トップはてっぺん。つまり膝のてっぺんということで、これは膝に乗せて使うパソコンのこと。それでノートパソコンなんですね。実はノートパソコンって和製英語だったんですね。ね、しっかり覚えておきましょう。サリーは2台のラップトップを見ていました。そして決めましたよ。何を決めたんでしょうか。より小さなものを買うことを決めた。彼女は思いました。その方がより便利だと、だろうとね。何よりもか。ってことで、ここの部分に、もう一つのよりも便利だか。どちらか一方よりも便利か。両方よりも便利か。ということで、これは、もう一つよりもということで、the other と another のどちらかが答えになっちゃいますね。実はですね、さらに入試では、others とか、the others とかいうような、他二つ、また似たようなものがあるので、それも合わせてみて、しっかり攻略しちゃいましょう。頑張れ。はい、それでは四つを見ていくんですが、まず、アナザーを分解しちゃいましょう。アナザーっていうのは実は、アンアザーから来てるんですね。そうです。ア、ペンのアと一緒です。ですから、もう一つのアナザーのアンに対して、ジ、アザーっていうふうに、アンとザーの比較なんです。そして、アナザーが複数位形になると、アザーに S がついて、アザーズになる。The other が複数になると、The others というふうに S がついて複数になる。これもちゃんと理解できるのではないでしょうか。今から実際に具体的にたこ焼きを使ってやっていきますね。はい。たこ焼き4つです。ね、たこ焼きですよね、これね。はい。まず一つ目っていうのはもう1というふうに決まります。まずね。そして二つ目からですね。まずじゃあこれはどうなりますか？このたこ焼きを言うときはどうなりますか？はい。そうです。アナザーです。これはまず一つということで、この単数、アナザー、ジアザーのどちらかで、そしてまだ他のたこ焼き二つ残ってますよね。なので他にもある。ですからアナザーです。はい。続いては、このたこ焼きはどうでしょうか？せーの、ドン。これはまず単数複数で言うと複数ですから、アザーズかジアザーズですね。そしてこれはもう他にない。それで最後。ですから、ディアザーズとなります。それでは、いきますよ。6個のたこ焼きです。これはどうなりますか？まず複数なので、アザーズかジアザーズです。そしてまだこの3つが残ってますから他にもあるですね。なので、アザーズです。はい。それでは次です。これはどうでしょうか？まず単数複数で言うと単数ですよね。なので、アナザーかジアザーのどちらかですね。そしてこれはそうです。まだ他に残ってますから他にもあるのアナザーです。はい。じゃあ次はどうでしょうか？はい、次もう一つ食べよっていうことで、もう一つね、5つ目を食べたんですが、これはどうですか？そのもう一つ食べよっていうのはアナザーかジアザーかどっちでしょう？はい、そうです。まだここに他に残ってますから他にもあるのアナザーが正解です。はい、それでは最後です。じゃあ最後のもう一つを食べよう。はい、これはどうなりますか？そうです。これはまず単数でアナザー、ジアザーです。そしてそれで最後ですから the other が正解となるわけです。わかりましたか？では先ほどの英検2級の問題をもう一度見てみましょう。その調子その調子。はい、この問題 the other がもう一つ、そして another ももう一つということで、ややこしい、訳では解けない問題だったわけですが、先ほどの学習でどうでしょうか？もうわかりましたか？はい、
この問題というのは実はポイントはこの2だったんですね。2台のラップトップ、ノートパソコンを見てて選ぶっていう話でした。ですから、このまず1台目が1に当てはまりますよね。この1です、実はね。by smaller one、1つのパソコンを、1つのラップトップ、ノートパソコンを買うことを決めたということです。で、それがもう一つよりもとなるので、このもう一つの表し方が何かなっていう問題ですね。はい、これはまずは単数ですので、the other, another でもどちらでもよかった。そしてでもこれ以上もパソコンっていうのはないわけですから、それで最後だと考えます。それで最後はそのっていう座を使うので、the other が正解となるわけです。わかりましたか？それではまた入試問題にもトライしてみましょう。さあ、この2台もバッチバチの大学入試問題です。さあ、これ両方解けたら完璧に分かったねと気持ちよく今日は眠れるんじゃないでしょうか。はい、ではトライしてみてください。はい、入試問題ではこんな風に another と the other, others, the others みたいな感じでね、もう全部並んじゃったりすることよくあります。それでは本文の方を見ていきましょう。まず、やはり、この to があるときは必ずチェックしておいてください。私は2つの時計を持っています。1つは made in Japan、日本製で、そしてもう1個はスイス製ですよというふうに、もう1つはとなりますよね。これは one に対してもう1つはとなりますから、それで最後だということで、the other というふうに考えれますね。はい。先ほどと同じパターンの問題でした。3番の the other を選んでください。それで正解です。では2番。これは2に対して I have 5 boxes、ね、5つの箱を持ってますよもありますよって言ってます。そして1つは本でいっぱいだ、 be full of で何々でいっぱい、そして何々は empty、 これで空っぽだと。はい、これは箱がまず1つ目が1ですね。そしてこれ残り4つっていうふうに考えますから、まず複数の S がついているもの、そうです。2番と4番です。1つは本でいっぱいで、残りのものはすべて空っぽだってことですから、The Others を選べば正解となります。いかがだったでしょうか？寝る前わずかの時間で賢くなっちゃいましたね。この動画を見て勉強になったと思った人は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、覚えたー。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。